ははいいいいそれでで今日日も動画を撮っていきたいと思いますす1 1冊読書家のマルスですでこのチャンネルでは普段私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介していますでこれまでに400冊以上の本を読んでご紹介をしてるんですけれども、まあ普段はビジネス書とか心理学についての本また英語学習についての本なんかをご紹介してますでチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります でえー、と今日はですね、日曜日ということで、えー、まあこれまでに読んだ本の中からおすすめの本をご紹介していこうと思っているんですけれども、えー、私が読んだ本の番号でいうと、まあ、20番目から40番目までの間で読んだ本の中から、まあ、5冊面白かったなと思う本をご紹介したいと思います。でえーとまあ、早速話を進めていきますけれどもあのちょっと前回と同じように iPad でその本の表紙だけご紹介しながら説明していきたいと思います。 で、ちょっと万年筆のインクを壊したんでちょっと指が汚いんですけれども、えー、ご容赦くださいで、1冊目はですね第27回でご紹介をしている「人生を面白くする本物の教養」というタイトルの本ですでこちら、えー、と出口春明さんという方が、えー、書かれてる本になりますで、えーと、内容としてはあの本の表紙にも書いてありますけれども、えー、まあ、その悔いのない人生を送るために、まあ、教養っていうものを身につける必要があると。 でその教養っていうのは、えーまあ、単にうんちくを語るためにあるものではなくて本当は人生を面白くする、まあ、自分の興味の幅を広げて面白いことを増やしていく豊かにしていく、まあ、そういった目的で、えー、学ぶべきものなんですよということを言っています。で、えー、とここまた表紙にもありますけれども、まあ、本を読むことまた人と出会って話をすることそして旅行をするということが、えー、本当の教養を養っていくんですよということが書いてありました。 でそのほかにはですね、えー、例えば日本のトップ層、まあ、エグゼクティブクラスっていうのはちょっとこういった教養を、まあ、あの持つというか、えー、概念が足りてないんじゃないかというような指摘もありました例えば歴史とかです、ね、文化とか芸術について、えーまあ、あの世界のトップ層っていうのは本当によく勉強してます。例えば、えー、有名な人の、えーまあ、言葉 とか、えー、その背景にある歴史また、えー、と例えば美術館でまあ、こういう絵を見たとか、えー、どこどこの合唱団のこういう曲を聞いたとかそういう話を、えー、よくする人がいます。ちょっと私は今アメリカに実は住んでるんですけれどもあのー、やっぱり海外のそういうトップ層っていうのは非常にこういったところも、えー、まあ教養があってですねまあ、そういった部分も日本人はちょっとまあ遅れを取ってるんでまあ、これからそういうところも身につけていけるといいなというような内容が確か書いてあったと思います。 はい、で次の動画のご紹介です。で次はえっと二十八回でご紹介している電通と吐報道は何をしているのかというタイトルの本ですで。中川純一郎さんという方が書かれている本で、これはですねえっと二千十五年の末に、えー、高橋マツリさんという方、えー、東京大学を卒業されて入社一年目で電通で働いていらっしゃった方なんですけれども、まあその方が、えー、まあ残念ながら自殺を残念というかあのまあ不幸ながらあの自殺をなさって でその後に書かれた本なんですけれども、まあ、あの端的に言うと広告代理店業界ですす。ね、いいうトップ2の、えーまあ、内情を書いた本になりますでこの本を読むまでは私は、えー、とこういった広告代理店業界っていうのは高い給料をもらって、えーまあ、ハードワーキングなんだけれどもなんかキラキラした業界で生きているのかなと、まあ、そういった業界なのかなというふうに思ってたんですけれども。 実際にはまあ営業であったりとかクライアントの要求にもとにかく何でも応えるべくまあハードワーキングをしているとそういった実態もあるんですよということが書いてありましたこれ非常にえまああの知らなかった内容だったのであの参考になりましたでこの,あの帯にも書いてありますけども「はい喜んでと」と いうことですね。だから光と闇とも書いてありますけれども、まあ、キラキラした業界の内側として、まあ、そういった何の要求でも応えるというような、まああの歪みというか、まあ、あの部分があったというような内容だったかなと思います。 で、えっと3点目はですね。第32回でご紹介をしているなぜこの人と話をすると楽になるのかというタイトルの本です。で、このえっと著者の吉田さん、吉田直樹さんという方は確かアナウンサーそうですね。アナウンサーをやられている方なんですけれども、もまあ、そのコミュニケーション話をするということについて、えー、書いてある本だったと思います。で、えっとまあ、要点はですね。あの人と話をするということについて、あんまり深く考える必要はないんですよと。 いいうことが書いてあった、えー、と思います、あのー、まあ例えば何か話をした時にこの人に嫌われるんじゃないかとかその話の内容についていけないんじゃないかとか、まあ、そういったことをこう重く深く考えるのではなくて単にその人と話をしているという行為自体にまあ重きを置いてもうとにかくえ話がまあなんとなく成立していればそれでいいと。 例えば今日の天気はいいですねそうですね、えー、今日どこか行かれるんですかどこどこ行くんですよああいいですねこういう会話って実際内容は全くないんですけれども。 そそそもそもその会話をするとということが目的つまりまあコミュニケーションを取って、えー、まあそのたまたま居合わせた人と、まあ、あの存在を確認するとでその人がまあ危険人物じゃないと、まあ、その程度の目的で話してるんであってあんまり気の利いた会話ができているのかとか何か切られたかなとかそういうことを考える必要はないし、まあ、そういうことを考えてしまうと逆に話せなくなってしまうんで、えー、あのまあ気楽に話しましょうとコミュニケーションを取りましょうと、まあ、そういった内容だったと思います。 はい、で4点目は、えー、人を育て組織を鍛え成功を呼び込む勝利への哲学157と。 いいううタイトルの本本でで、えー、原進さんという方が書かれた本ですでこの、えー、と表紙の写真を見ると分かる方もいらっしゃるかと思うんですけれどもあの駅伝でですねあの箱根駅伝であのちょっと今何連覇してるか分かんないんですけど当時3連覇をしていたチームを率いている、まあ、あの原進さんという方ですね。で、えー、と今もおそらくその原さんが青学の監督やられてると思うんですけれども、まあ、この監督としてですね、えーまあ、その陸上部をまあどういうふうに率いていくのかそして結果を出していくのかという ということを、えーまあ、紹介ししたた本で,したで私が個人的に、まあ、いいなと感動したところはですね、えー、その監督としての指導法があの非常に生徒の何、えー、て言うのかな個人の人間性とか に、えー、重きを置いたた方法であったというとところでした、えーとまあ、とにかくその生徒がやりたいこと生徒のまああの好みとか、えー、考え方ですね例えばコツコツやりたいタイプなのか、えー、試合前に派手にあの練習をがあってやりたいタイプなのかまあそういったところをまずは見極めるところから始めるとでその人間性を見極めた上でその生徒個々人に適切な指導方法っていうのをまあ原さんが、えー、考えてですね えと指導していくと、まあ、そういった指導方法によって生徒のモチベーションを高めつつもちろん締めるところは締めて練習させなければいけないんですけれども、えーまあ、指導ができるとで結果的にチームとして、えー、あのパフォーマンスがすごく高く出るとそして生徒も嫌々されてるわけではないので伸、まあ、び伸びとかつ実力を発揮することができるということで、まあ、結果が出てくると、まあ、そういった姿勢が非常に素晴らしいなというふうに感じました。 で最後5冊目ですねこれは、えー、と第38回にご紹介をしています「えー、喧嘩の作法」というタイトルの本ですで久慈直人さんという方が書かれている本なんですけれども、えー、この「喧嘩というのはですねあの実際に町でストリートファイトをするわけじゃなくて、えー、と知,知財ですね会社における特許知的財産権を、えー、にまあフォーカスをした内容ですでこの方確か元ホンダだったと思うんですけれどもにいらっしゃった方で えーまあ、やっぱり自動車業界っていうのはです、ね、その地材特許にわ限らず衣装権とか、えー、商標権とかさまざ、あえー、まな、あ、その知財関連の競争、えーまあ、とかやり合いがあると思うんですけども、まあ、そういった中でですね、まあ、知財がどういう重要性を持っていてどういった戦略で他者と向き合っていくのかと、まあ、その姿勢について書いた本です。 でえっと、印象的だった言葉としてですねその特許というものは、まあ、特許とかそか知財というものはあの産業競争において唯一 直接相手に行使できる武器なんだということあこれあの帯に書いてありますけれどもその言葉が非常に印象的でしたでこれはどういうことかというとやっぱりビジネスといいいいうのは良くくも悪くも悪非常にろろな形があると思いますあのビジネスモデルっていうのはいくつも考えられますし例えば売る商品、まあ、扱う製品についても、まあ、ほとんど無限にですねものが考えられると思いますでそのもの自体が無限であるし売り方も無限であると でまた例えば色を変えただけとか形を変えただけとかえまあ何でももういくらでも発想しようがあると思うんですけどもなのでえと基本的にはですね自分たちの会社がやっていることと他社さんがやっていることっていうのについてその間に直接影響力を行使できるような方法ってほとんどないんですよね。例えばじゃあ本田さんが 車を作っていまますすととトヨタさんが車を作っていますとでいくらホンダの車が素晴らしくてトヨタの車が、えー、ダメでも例えばトヨタの特許網がものすごくて、えー、その特許を犯さないようにホンダがものを作ろうと思ったらですね、えー、ともうそれは直接的にそのホンダがトヨタの車を避けるという方法を取るしかありませんし、えーまあ、例えば場合によってはそのト,トヨタがホンダの特許を 東京侵害に対して、えー、まああの申し立てを行ってですね、えー、その販売を停止させることができると。 まああの本当に文字通り直接影響力を行使できるまあ武器なんですということですね。であの私自身はまあ製造業で働いてるんですけども、まあ、あの自分がプロフェッショナルではないので、えー、特許計算に参加したことはないんですけどもやっぱりですねそれぐらいあの重要な意味を持つまあ知的財産なんだということをまあ改めて認識し直した本でした。 はいえー、ちょっと長くなってますけれども、あのーまあ、今日は以上になりますで5冊ご紹介した本については、えー、動画の説明欄にです、ね、リンクを貼っておきますで、えーとまあ、あの Amazon のリンクもつけておこうかなと思いますので、まあ、よければ、あのー、そちらを利用していただいてです、ね、あのぜひ読んでみる、えー、いただけるとあの面白いんじゃないかなというふうに思っています。 ははい、今日は以上になります。でえっとまあ、よろしければですね、チャンネル登録とグッドボタンの方もぜひ、えー、押していただけると助かります。非常に励みになります。えー、今後もよろしくお願いします。失礼します。